分かりますが、弱き者と強き者が共に生きるように義はなくてはならぬ。弱き三成殿と共に強き者がはびこるよう終わらせたかった。私が散った後は義に生き、義に準じる者はまた現れましょうぞ。大谷義継殿、討ち死にされました。戸田勝重殿、平塚為広殿も討ち死に。三成殿、落ちられよ。引かぬ、義は我らにあり。こたびは負けじゃ。ひとたび敗れながらも将軍となった頼朝公の洗礼もある。ここは引け。首だけじゃ。茶坊主の首を取れ。